皆さんこんにちは。飛騨の周一アルティメット太鼓講座ボリューム19、右手と左手をバランスよく演奏する練習方法の、次のステップに行きたいと思います。まず右手が縁、左手が面で、8発打ちます。同時に打ちます。1、2、3、4。そしたら今度は左手が縁、右手が面、同じように8発打ちます。1、2、3、4。これを交互にやります。パッと入れ替わった時に変わった感じがわからないように全部同じように打ってください。1、2、3、4。変わるたびにアクセントは絶対につけないようにしてください。今度は4発ずついきます。右手が縁、左手が面。1、2、3、4。今度は2発ずつ。1、2、3、4。それでは8、4、2とつなげます。1、2、3、4。ではこれをだんだん速くしたいと思います。1、2、3、4。しっかりとずれないように練習をしてください。イエイ。